ダービーマッチ日本のダービーマッチ神奈川ダービー神奈川ダービーとは日本プロサッカーリーグのうちで神奈川県に本拠地を置くクラブチーム同士の対戦のことを指す以下の対戦カードの組み合わせを神奈川ダービーと呼ぶ2013年以降川崎横浜 FM 湘南の3クラブの対戦は神奈川県ダービースカイシリーズと銘打って行われるスカイは それぞれのホームタウン名にちなむもので、この3チームが絡む3カードを対象として、それぞれの地域間交流のイベントを行うほか、青空をイメージしたものであることから、環境キャンペーンに取り組み、収益金のうち必要経費を除く全額を、環境保全に寄付する。川崎フロンターレ、16章5分15杯、横浜 F マリノス、15章5分16杯、川崎フロンターレ、 18勝1分1敗、横浜 FC。1勝1分18敗、川崎フロンターレ。1勝0分0敗。YSCC 横浜。0勝0分1敗、川崎フロンターレ。11勝5分7敗。湘南ベルマーレ。7勝5分11敗、詳細は、横浜ダービー横浜 F マリノス。VS 横浜 FC を。3勝詳細は、横浜ダービー横浜 F マリノス VS。 YSCC 横浜3勝、横浜マリノス、17勝1分7敗ベルマーレ、平塚、7勝1分17敗横浜 FC、13勝6分17敗、湘南ベルマーレ、17勝6分13敗、YSCC 横浜、0勝0分7敗 SC 相模原、7勝0分、0敗詳細は、川崎ダービーを3勝ベルディ川崎、11勝2分14敗、 横浜マリノス、14勝2分11敗ベルディ、川崎、14勝3分6敗、横浜フリューゲルス、6勝3分14敗ベルディ、川崎、1勝横浜 FC、1敗ベルディ川崎、11勝2分4敗、ベルマーレ・ヒラツカ、4勝2分11敗、川崎フロンターレ、1敗、横浜フリューゲルス、1勝詳細は、横浜ダービー横浜フリューゲルス、 VS 横浜マリノスを3勝、横浜フリューゲルス、8勝2分後ハイベルマール平つく引っ越2分8敗2020年、開幕時現在2014年及び2017年は、湘南が j に所属のため開催なし、名産品使ったトンブリ登場、J1 県内3クラブが、ダービーマッチで多彩な催し、神奈川、ありがとうございます。